はいどうも、タクタクです。サイの変わると人魚巫女やっていきたいと思います。さて、この裏から行くと逃げられるそうなので行きましょう。本当だろうな。あ、ミキコだ。シューイチ。帰る前にミケコ抱っこ。消えちゃうよ、ミケコ。でも、いくら今が見えて触れれるって分かってても、お前に触ってもし、それに、そもそもミケコ、お前は俺のせいで。ミケコはシューイチとエイジの猫でよかったよ。消えてもいいから、大好きなシューイチに抱っこしてほしい。わあ！いいね。消えてない。触れた。野木さん、触れてるよ。ちゃんと触れてる。ゴロゴロ言うときは、猫がゴロゴロ言うときは甘えてるときですよね。ミケコ。ごめんな。ミケコ、ごめん。ごめんな。ミケコ、エイジのこと頼むな。あと、ついでにクソ親父のことも。うん、週一、またね。うん。このまま行けばいいんか。ああ、これで俺の家族本当にいなくなっちゃった。乃木さん。ああ、独り言。乃木さん、僕たちがいるよ。僕たち、乃木さんの家族だよ。ゆいの言う通りだ、周一。それからトンネルを抜けるまで、乃木さんは一言も喋りませんでした。手探りで暗いトンネルを歩く中、聞こえてきた誰かが鼻をすする音は誰のものかわからないもん。まあ誰だったんでしょうね。まあそんなにいないですけど、3人だから。トンネルを抜け、街に着き、僕がお父さんに連絡を入れると、お父さんはすぐに迎えの車をよこしてくれました。どうもあれ以来僕には甘いです。その車中にいる間も乃木さんはほとんど喋らなくて、ずっと一人で何か考えているようでした。ノーマさんが手配してくれた帰りの飛行機の中で、乃木さんは一言だけ喋ってくれました。ごめんね。それから到着までずっと寝ていたようでした。乃木さんが寝ている間に僕とロッティはあることを話し合いました。長い付き合いだから乃木の考えなんてお見通しだよ、とロッティはちょっとだけ悪い顔をしていました。そうして僕たちは乃木さんの故郷を去ったのです。イギリスで戻ってきたわけだな。さあ、ここからが本番といったところなのでしょうか。あの極卒との対決がまだ残ってますからね。なんでおめえら喧嘩してんだよ。早送りだし。ああ、弾が動かせるわけね。うん。邪視を食らって邪視のことを調べていた。日本から取り寄せた文献のコピーに極卒、鬼の苦手なものが豆だと書いてありました。大豆をいったものをぶつければ、魔を滅するという意味で豆なのでございますわ。なるほど。また、ヒイラギも苦手だそうです。トゲが痛いからという説。ハゼる音が鬼を追い払う説がございます。マッシュー様はこれらがあまりにも迷信的だと怒っていらっしゃいます。お嬢様はそれについて、ヴァンパイアが水を嫌うのだって似たようなものと反論していらっしゃいます。迷信か。では俺も怒られそうだ。ダンマで何かあるというのかい？ああ、僕、君は味方だと思ったのに。ほら見なさいや。ほら見なさいな。さあ、ダン、話してちょうだい。一体どんな情報なのかしら。邪視については、汚いものみたいな、ことを言わなきゃいけないんだよね。不浄なもの。教会の図書室で見つけた文献だ。どれどれ？魔物は不浄なものが苦手。ふん、ずいぶんバッサリとした説明だね。不浄なもの。この場合で言うなら、なんだろうこれは。
5文字が分かんない。とかかしら？おじい様、はしたのうございます。何を分かりやすかったでしょう？ええ、まあ。まあ、そういうわけだ。だから、みんなの糞尿を集めるみたいな。違うよ。え、まさか、君、肥料を買ってみたのだがどうだろう。確かに。危ない。牛とかの糞とかね。ああ、よかった。びっくりした。どうした？終わりだぞ。失礼。私の無線機です。無線機からそんな音鳴る？え、今の着信音、僕、ものすごく驚いたんだけど。ああ、眠気覚ましにいいそうよ。新しい音にしたのね。私もびっくりしちゃった。乃木様のご自宅から連絡が入ったようです。とは言っても、乃木様ではなく、ゆい様からでございますわ。今夜、乃木さんには内緒で集まってほしいとのことですわ。いかがいたしますか？あら、詳しく聞かせてちょうだいな。なになに？誕生会とかでもすんの？鉄パイプは持ったままですね。弟からもらった鉄パイプでしょう、これは。お、なんか、そうだ、こいつに話しかけるだった。弱いを。うさぎ野郎か。持ってきたばっかじゃねえか。今夜ぐらいゆっくり寝ようぜ、相棒。ん？俺飛行機なんかの、飛行機の中でぐっすり寝たし、あと時差とかで寝れなーい、みたいな。嘘ついたって俺にはわかるぜ。そっか。要は寝慣れなくても、これ寝るっていう選択も出てくるわけじゃん。出てこないわ。もう一回話してみる？どうした？なんか出てきた。これは昔、あの祭りの日に射的でもらって、姉ちゃんのお土産にしようと、そういう約束したっけ？射的でお土産を取ってくるって。お、何？なんで急に出てきたの？ここ調べただけだったけど。まあいいや、行くか。相棒、一人で行っちまうのかよ。シャーロットにも今もうユイがいるしな。上辺だけの家族宣言じゃねえことは分かってんだろう。泣かせちまうぜ。それでも死ぬよりはマシだろ。うさぎ野郎、お前もなんで喋れるようになったか知らねえけど、ろくに話してやれなくてごめんな。気にすんな、相棒。帰ってきたら一杯やろうぜ。これは？シャーロットも家も寝ていいのだろう。物音一つしない。ぐっすり寝とけよ。これで？お、テレビは。逃げて、逃げて、逃げて。どういうこと？半年も住んでねえんだけど。なあ、しょうがねえな、しょうがねえか。いっぱい見えるね。死ぬ気なのか。まさか。じゃあこっちじゃないの。見えてるんでしょ。どこに行けばいいのやら。こっちか。え、何してんの、お姉さん。ちょっとついてきていただけますか。どういう風の吹き回し？日本行ってる間、俺がいなくて寂しかったの？聞こえてました？まして。はいはい、どこに連れてってくれんの、お姉さんは。こちらですわ。私についてきてくださいまし。ん？動けんぞ。動けた。これは、エッチな予感か。なわけないか。どこ行くんだろう。何か見えまして。いや、何にも。
そうですか。では次はこちらですわ。よそ見せずついてきてくださいまし。え、何か見えた。こっちは左の方にはなんか見えますけどね、いっぱい。教会。さあお入りくださいまし。ダンとこの教会、なんでまた。ええ、皆様がお待ちでいらっしゃいますので。は、おう、おう、ほんとだ。どういうことだ。さてどういうつもりか説明してくれる。それはこっちのセリフだな。一人で公園に行こうとしてただろう。説明は必要ない。乃木さん、僕がみんなを集めたんだ。乃木さんならきっとこの夜一人で行くだろうってロッティが教えてくれたから。こっちに戻ってくるまでの間、乃木さんはずっと何か考えていたよね。自分のせいで僕たちを危険な目に遭わせたと思ってない？バカ、一人で行こうと思わないでほしい。僕たちみんな乃木さんがいないと寂しいよ。置いてかないで。いつものお遊びの肝試しじゃねえんだぞ。本当に死ぬかもしれねえし、今なら引き返せるからベッドに戻って全部忘れとけよ。はっ、子供相手みたいな眠たいこと言うんじゃないわよ。あんたが連れてってくれないなら私たちは勝手に肝試ししちゃうんだからね。営業時間外、真夜中のお化け屋敷、出るお化けは本物だからきっとすごく怖いわよ。危険度もクライマックス。たまたまあんたと行き先が被ったみたいですけど、でも別行動だし、私たち、部活動じゃなくてプライベートで遊ぶだけだもの。乃木に止められる言われはなくってよ。普段なら水地の理不尽な発言には断固抗議する僕だけど、今日ばっかりは同意かな。僕の発明したこのゴーストからマモールくんの許容範囲はちょっと小さいんだ。だから一緒に。ゴーストからマモールくん、今爆発しなかった？壊れちゃった。気をつけなさい。ゆうに火花が散ったらどうする。君そういうキャラだっけ。聞き流してほしいな。ま、待ったのは失敗だったけど、私たちも対策を練ってないわけじゃないの。対極卒グッズ持ってきてるの。だから一緒に行くわ。あのムカつくにやけた鬼の鼻明かしてやるのよ。ほら、まずはダンから見せてやんなさいな。ふんふん。豆、牛糞肥料の小袋、爆竹を手に入れた。ほうほう。それ全員に配ったって感じか。まず豆について。豆には魔を滅するという意味があって、まあ日本人ならわかるでしょ。鬼は里ってやつよ。小豆や、イワシも候補だったんだけど、攻撃するのは豆が一番いいと思ったの。人間でさえ痛いんだもの。鬼ならどのくらい効くかしら。次に、牛糞の肥料についてだが、あの鬼極卒は邪種を持っていると思われる。邪種は目を見るだけ、あるいは見られるだけで死ぬこともある。邪種に対抗する手段として人間の性的な部分や排泄物が有効とされているが、人間のものは用意できなかったので牛糞で代用する。まあ別の国では牛糞も汚れを、払うものとして、扱われるところもあるし、いいんじゃない。最後は爆竹だけど、鬼は弾ける音も嫌いなんだってさ。僕には理解できないザ迷信だけどね。ただこれは他と違って物理的にも危険だから、使うタイミングには気をつけないとね。説明以上。どう、一緒に行ってもいいでしょ。ダメ。どうしても一人で行くなら僕を殺してから行って。何考えてんの？卑怯な手使うなよ。なるほど、つまりこの手は有効なんだな。何も、俺も使わせてもらおう。じゃあせっかくなんで私も。リーダーのこんな顔レアだよね。俺に勝てると思ってんのか？それはこっちのセリフだ。ドゥフ。乃木さん、僕の命はね、君に拾ってもらったものなんだ。最後まで責任を持ってよ。俺そういう重い女は嫌いだわ。
嫌いなら殺してみればいい。ほら。乃木さん、僕らも連れてって。でなきゃ絶対行かせないよ。ここはバカしかいねえのかよ。悪いな、リーダーにいたんだ。観念しなさい。はあ、もう本当にしょうがねえな。誰も死ぬんじゃねえぞ。これが守れるやつだけついてこい。わかったら返事。はい。お、行くんか。いよいよ邪神に対抗すべく動き出すといったところで、今日はこの辺で終わりましょう。最近ちょっと短めですけども、はい。いいとこでキル病が発病してしまいました。はい。いやー、効くんか。どれが一番効くと思います、この3つの。豆、肥料、爆竹。俺、爆竹がなんだかんだ一番効くんじゃねえかなと思って。やっぱ音ってどうしても反射的にそっち見ちゃうじゃないですか。それがたとえあやかしであってもそうなんじゃねえかなみたいな気がするんですよね。どうなんだろうな。牛糞かみたいな感じにはなんかならん気がする。それなんか結果的に最後に投げる爆竹でみたいな、でその隙に瀬太郎がみたいなことなのかな、わかんないけど。なんかちょっとどういう展開か楽しみですね。はい、というわけでまた次回もよろしくお願いします。ではまた。Thank you.